はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ココアです。次の学校に戦っていきたいと思います。ということで、いやー、編成嫌なパーティー来たね。なかなか応援曲芸昆虫、え、いない、嘘、マジか。ちょっと嫌だね。いない、どっちで外、外に湧くんだそれ。いやー、ちょっと読み違えた。オッケー、ナイス。間に合わねえよな、さすがに。オッケー、でけー、ゴーマン説教。なんか釣っとくか。応援団の邪魔をしに行こう。オッケー。デカっとこうか。ここちょっと鬼没温存したいね、できれば。ナイス温存。ヨセルは もちろんオフェンスだな。いや、 PP あるからちょっと攻めすぎんのもよくねえな。球根入った。オッケー。オッケー。真ん中守れる、これで。いや、それがでかい。ここの鬼没の判断の何がいいって。真ん中を守る。真ん中2階建て多分そんなまだ開かないと思うんだよね。擦れる場所がマジ大事。開くかな。OK。 よし、でかい、焦らせた。うまー、完璧、マジで。え、うまっ。やっぱ釣る場所大事だな、ほんとに。オッケー。鬼没を打つ判断もナイスだったね。さあ、これで極限死が90に来るしかないけど、いいタイミングで、いい場所にね、地下があるので、ここは地下に釣ってしまいましょう。オッケー、ナイ勝ち。対戦ありがとうございました。
はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ココアです。今回もお題5人格やっていきたいと思います。ということで、まあ、今回アン使っていこうかな。曲芸航空エンジニア応援団子当初ということです。いや、無情きついね無情ちょっときついね、これね。まあ基本的にはアン使うときは高等賞を狙っておけば、まあ、間違いはないかなということで高等賞を狙っていきましょうか。距離がだいぶ離れてるのはちょっといやらしいけど、受けると塞ぎつつ、うまっ、8秒攻撃できないとかやめてほしいよ。猫も無駄になっちゃったし、巻いてを褒めよう。 OK、 まあ、あと鬼没でダウン取っちゃおうかな。ブラフォーは使わせなきゃな。でも最悪、カラブルーブだった、調子乗ったわ。さあ2個賞使わせたのはかなり大きい。まあ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 、速度的には悪くないかな。そんなにひどすぎはしないはず。まあエンジニア救助だろうけど、エンジニアまだ回してんね。救助くんの誰だろうね。曲芸、暗号機残り2台か。救助狩りしたいな、さすがに。枯れるわそれ。オッケー、ナイスー。さあ救助から挟んで、まあさすがに耳鳴りしてるからカバーは来るでしょう。それ救助来れんの。無理だよな。オッケー、はい、正解、変えましたと。回復間に合わないで。オッケー、間に合わないならいい。よいよいよい、多分暗号機1台新規のはずなんだよな。オッケーで、絶対応援団救助だから。いたね。あれ、もう一匹の猫は噛まれてる。あれ、誰かに噛んだか。まあいいか、まあ、負荷かかってるから快速しとっちゃおう。オッケー、猫噛ませて、回復されないように一回だけ打っちゃうか。ごめんごめん、これプレミだわ、椅子ねえわ、最悪、椅子あると思ってた。いや無理だよね、ごめん、これやったわ、でも詰まってる、もったいねえ。まあいっか、一台新規だろ、なんとかなるや。いや、ここ鬼没吐いたのマジ無駄やわ。いくら回復されないからとはいえ、回復ねえっての、椅子ねえっての。さあ吠えておきましょう。これで10秒間は回復はできないと。オッケー。いや、この回復遅延ができるってのがね、本当に強みだよ。
よし、これでもう投稿してくれましたね。大さんありがとうございました。